衛装備庁は、艦艇に搭載したレールガンの洋上発射テストを実施し、その様子を SNS で公開した。試験艦アスカで行われたとの情報をキャッチしました。今回は、このレールガン世界初の洋上射撃試験を詳しく見ていきます。今後、レールガンのメリットを活かし、デメリット改善で、世界に、輸出も念頭に入れ、開発量産へステージ化変化しましたね。無人潜水艇に装備してもいいでしょうし、陸上での装備も可能になるでしょう。オスプレイ墜落がちょっと気になるな。先月の2023年10月中旬、日本の防衛装備庁は、開発中の兵器である、レールガンを艦艇に搭載し、世界で、初の試みとなる洋上での同兵器の発射テストを実施したことを、公式の SNS 上にも画像として公開していた。このレールガンの発射テストの実施にあたって、防衛装備庁は、その実施場所、海域や、同兵器を搭載した具体的な海上自衛隊の艦艇の名称は伏せた状況であったが、大型の輸送通り試験艦のアスカであることが判明した。海上自衛隊の試験艦であるアスカは、現状では、同隊が唯一保有、運用している、その名の通りの各種の新型の艦艇用の装備品のテストを担う専用の艦艇であり、このことから、レールガンのテストでも使用されたものと予想されていた。くしくも、その予想を防衛装備庁自身が認める見解を示したことで、多くの関係者の想定通りであった事実が確認された形となったわけだが、個人的には、かなり容易に想像がつく本件の実施艦艇名を当初は伏せた理由の方が、不可思議に感じられた。そこには、防衛上の機密を保持するという政治的な課題が横たわっていたのかもしれないが、いずれ公表するつもりであったことを考慮しても、わずか半月ほどで、あっさりと、試験艦、アスカであることを認めた真意は、正直よくわからない。ただし、防衛装備庁は、今回の試験艦、アスカが発射テストを実施したとされるレールガンそのものについては、これまで、地上において発射テストを行ってきたものと同一であるとは認めておらず、こちらは、伏せたままの状態である。これまで、防衛装備庁が、陸上にて発射テストを実施してきたレールガンは、口径にして 40mm の規格のものから、重量 300g の弾丸を 20MJ の運動エネルギーを発生させて発射する単発式の仕様となっていた。今回の試験艦アスカに搭載されたレールガンは、この従来までの 40mm 口径のものではなく、艦艇搭載用に、さらに小口径に変更したものではないかとの予想がなされてはいるが、こちらは現時点では明かされていない。そうした情報の秘匿の意図を、防衛装備庁側では、テスト発射に使用したレールガンの使用を明かすことは、その射程距離や破壊力を仮想敵国に悟られないようにすることを目的にしている、と表現するに留めている。そのため、具体的な今回のレールガンの使用は、未だ詳細は不明という状況が続いているが、2024年度の防衛予算の概算要求でも、238億円の開発費が計上されており、実用化に向けた開発を継続する姿勢を崩してはいない。さて、今回のレールガンの洋上での発射テストの舞台となった試験艦アスカであるが、決して新しい艦艇ではなく、1933年4月に起工、翌1994年6月に浸水、さらに、その翌年の1995年3月に、収益と艦齢は、すでに29年目に到達している。海上自衛隊の試験艦アスカは、同型艦は建造されていない、ただ一隻の艦艇だが、基準排水量は4250トン、満載排水量は6200トン、全長は 151.0 メートル、全幅は 17.3 メートルの艦体を持ち、ガスタービン機関2機と発電機1機を備えるコグラグ方式を採用していた。この試験艦、アスカに搭載されたコグラグ方式の機関部は、最大で4万3000馬力を発させ、これによって、最大速力も27ノット以上を発揮する仕様となっており、試験艦という特性を考慮した場合、かなり強力な仕様だと感じられる。この機関構成自体も、試験艦アスカでは、テストのために、
海上自衛隊の艦艇としては初めて採用された形式であったが、機関部のテストを終えた後は、発電機は他の艦に転用されており、稼働に大電力が必要なレールガンのためには対策が施されたのだろう。試験艦アスカでも、艦尾には多くの護衛艦と同様に、回転翼機用の飛行甲板が装備されており、SH-60J 等の回転翼機を運用することが可能であり、それらを収容することのできる格納庫も常設されている。1995年3月に収益を開始した時点での試験艦アスカは、当時の海上自衛隊内に置かれていた開発指導隊群の艦艇として、横須賀を母港として配備されたが、今年の2023年4月には同群が廃止され、新設された技術評価開発隊へと所属が変更されている。試験艦アスカは、ほぼ同時期となる1996年から2002年にかけて全9隻が建造された汎用護衛艦である村雨型と似た規模であり、村雨型は、基準排水量が4550トン、満載排水量が6200トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 17.4 メートルとなっている。ただし、村雨型は異なる2種類のガスタービン機関を各2機ずつ備える小ガグ方式を採用しており、これによって最大で6万馬力を発させ、最大速力も30ノット以上を発揮する仕様で、実戦に向けた強力なスペックを実現させている。さて、試験艦アスカに話を戻せば、試験艦の名に恥じぬ各種装備のテストを収益時から数多くこなしており、前述したコグラグ方式の機関部をはじめ、OQQ21 ソーナー、射撃管制式システムの FCS3 等を直後から実施している。その後も、試験艦朝日では、海上自衛隊の C4I システムであるの OY90 や、各種の護衛艦が搭載するマーク 41VLS から、運用可能な新型の丸7式垂直発射魚雷投射ロケット、水上戦闘艦用の単魚雷、人認識魚雷等の対潜兵装のテストに従事した。また、近年では、陸上自衛隊が装備する1蓋式地対艦誘導弾等の艦艇搭載型となった17式艦対艦誘導弾のテストも実施しており、著しく長射程化が進んでいる同分野の兵装開発においても、大きな貢献を果たしている。こうした各種の海上自衛隊の艦艇用の各種の装備のテストを実施してきた試験艦朝日の経歴を振り返れば、冒頭でも述べた通り、今回のレールガンにおいても、真っ先にテストに使用されるであろうことは、多くの関係者に予期されていたと思われる。防衛装備庁では、今回のレールガンの洋上発射テストの目的を、敵の航空目標及び海上目標から、海上自衛隊の艦艇に対する攻撃から防御するための一手段として実用化を急ぐ観点から言ったものであるとコメントしている。レールガンは、ご存知の通り、従来の艦載砲の火砲と異なり、弾頭、弾丸を、削薬の力ではなく、電力とローレンツ力を使用し、磁場を発生させることで発射する兵器であり、原理的には、かなりの高初速で、その発射が可能となる。こうした新機軸の兵器開発においては、当然のことではあるが、世界最強の軍事予算と、それに裏付けられたアメリカ軍が先行しており、同国の航空母艦の新装備である、電磁式カタパルトの開発に従事している、ゼネラルアトミック社や、イギリスの BAE システムズ社が取り組んできた。この取り組みの結果、2010年には、アメリカ海軍は、BAE システムズ社を中心としたレールガンの試作機によって、10.4kg の砲弾、弾丸を、33MJ の運動エネルギーで発射することに成功している。このテスト結果を踏まえた上で、アメリカ海軍は、2020年の実用化を目指し、最大射程距離で、およそ 160km を目標に、毎分10発の発射を可能とするレールガンを開発することを決め、その計画を進めていた。しかし、このレールガンの使用を実現するにあたっては、少なくとも、25MJ の電力が必要となり、現状アメリカ海軍が保有する水上戦闘艦の中でそのスペックを持つ艦艇は、建造費の高騰で、わずか
3隻の建造に止まったズムボルト級しか存在しなかった。当時も、そして2023年現在も、アメリカ海軍の主力を占めるイージス艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、電力の予備はおよそ9メガジュールほどしかなく、仮にレールガンを搭載するとなれば、大幅な電力供給力の拡張を行う必要が生じる。この電力供給量を、既存のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現しようとした場合、現状の装備を一部撤去して、新たな電力供給元を搭載する必要があったが、それに加え、弾頭、弾丸を誘導する仕組みも組み込むことが求められた。これらの課題が山積する中で、およそ 1000km 以上の長射程を備え、かつ、極超音速で飛翔する新型ミサイルの開発が進み、わずか 160km ほどの射程距離しか持たないレールガンの必要性は薄れてしまった。アメリカ軍としては、既存の艦艇の主力兵装である MK41VLS から、運用可能な長射程の高速ミサイルを実用化した方が、圧倒的に、汎用性と設備の改修の手間が少ないという結論に至り、レールガン開発は、中止された形となっている。民間の非営利団体であるアメリカ海軍研究所 USNI は2023年11月13日、日本最大級の軍艦が2024年に F-35B ライトニング II 戦闘機を運用するために必要な一連の試験を受けなければならないので、アメリカ東海岸に来航すると発表した。今回は護衛艦加賀の F-35B 認証試験を詳しく見ていきます。加賀の魔改造完成後、初の長期航海、そのまま F-35B を加月艦載しての寄港なんてことはないですよね。甲板上に3機ほど乗せていたら、中国への抑止効果にもなるのにな。USNI が語る日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことであり、2023年11月現在、2番艦加賀が飛行甲板の形状をグレードアップし、所要の改修が施された状態で、試験航海などを実施中である。すでに、海上自衛官と航空自衛官から構成された日本側の視察団は、2023年10月末に、アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船して、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているところだ。USNI では、プリンス・オブ・ウェールズが試験を実施している同海域で、空母化改修が施された出雲型護衛艦についても、F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしている。日本政府並びに、防衛省は、2013年以降、海上自衛隊が保有する出雲型護衛艦2隻について、空母化を着々と進めていたのと同時に、垂直離着陸が可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していた。F-35B 戦闘機については現時点で、42機ほどの導入を予定しており、それらを運用するための飛行隊を航空自衛隊に新編し、宮崎県新富町にある新田原基地に配置することも公表している。九州に配置するということは、南西諸島の空域におけるスクランブル発進に最速で対応するとともに、台湾有事も視野に入れているのでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述したアメリカ東海岸での各種テストの中で無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているため、もしかしたら、同様のテストを
海上自衛隊の出雲・片護衛艦でも実施する可能性もある。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並び、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定で、36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える空母である。船体は、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドといった4つの地域で、BAE システムズと VT グループによって建造される。最終組み立てを行うスコットランドにあるロサイス造船所の1号艦ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われた。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうために、イギリスのポーツマスを出港したが、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が見つかった。この事故によって演習航海は中止され、代わって、クイーン・エリザベスが、9月8日に出港した。そして、ウエストラント22で予定された、プリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期されてしまった。この損傷を、英国放送協会、BBC は、アメリカへ演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら、岸に戻ってきたと、揶揄したが全く笑えない。プリンス・オブ・ウェールズは、ロサイス造船所に入居して、修理を行ったが、クイーン・エリザベスの部品取りにされているとの悪質な情報もあり、ベン・ウォーレス国防大臣が、一時的な応急処置と釈明する事態となった。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を経て、プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に出溝し、7月28日には、SNS に、CH-47 が飛行甲板に着艦する画像まで投稿していた。7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するゼリフをパロディ化した文章を投稿して、飛行甲板の運用を再開したことをアピールした。このように、プリンス・オブ・ウェールズには、世間の荒波に揉まれている空母でもある。一方で、軽空母への改修が完了した海上自衛隊の護衛艦、加賀が、2023年11月17日に呉基地へ帰還した。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけだが、旧日本海軍の空母、加賀の進水日も11月17日であったことから、くしくも同日となったのも、運命的なものを感じる。派遣艦が空母化改装を進めたばかりの加賀になるのではないかと噂されている。これは、米海兵隊や英海軍の F-35B を使用して、海上自衛隊加賀の空母としての機能をチェックすることが目的なのでしょう。出雲級の空母化は、発着艦機能の整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考にして、課題の棚卸しをした後、2万6000トンのサイズに適した空母化改装が行われるとされていることから、本級が空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても仕方ないのだ。日本への F-35B の配備も来年度以降であるが、日の丸をつけた戦闘機の発着艦シーンを見るのが待ち遠しいくらいだ。基本的に、艦艇排水量のうち、満載排水量は、船そのものの重さだけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物などを含めた総合重量となるわけだが、強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれている。上陸作戦要員がいる分だけ、空母より大きな居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているため、車両庫等のスペースも確保しなければならない。もちろん、上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が大きくなるわけではないということは、重々に承知しておく必要がある。また、護衛艦、加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機である F-35B の取得も、空自パイロット、整備員の養成も、これからスタートするといっても過言ではない。それらの過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B は、わずか10機に過ぎず、中国海軍や米海軍の正規空母とは、戦力において比較になりません。最有力となる使用方法は、
英国海軍空母のように、米海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することだと示唆する。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日に9ヶ月にも及ぶ改修と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスにあるドックから出てフォース川に入り、母港のポーツマスへの帰路に着いた。帰路の途中で、7月29日の空母プリンス・オブ・ウェールズの公式 X において飛行甲板が使用再開されましたという、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともに投稿されていた。その2日後の7月31日には、飛行甲板の再開に際して、飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸の準備をしてください。フライトデッキは営業中ですという内容で、おそらく、映画トップガンマーヴェリックでトム・クルーズ演じるマーヴェリックが、ドッグファイトの訓練を部下たちに行うシーンのセリフをパロディ化した投稿をしているくらいだ。こんなユーモアのある投稿を受け、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。ぜひ、一度、ベルファスト湖の穏やかな海を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントが寄せられていました。いずれにしても今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍するでしょうね。2023年11月7日から9日までの3日間、防衛装備庁と三菱重工業は、オーストラリアのシドニーで開催された、海洋防衛総合イベントインドパシフィック2023において、新型水上戦闘艦 FFM-AAW の模型展示を行った。この艦は、海上自衛隊が新型 FFM と称し、最上型護衛艦に続く派生型と言ってもよい。今回は、この海外売り込み用、新型 FFM 派生型について詳しく見ていきましょう。潜水艦の時とは状況が違いますし、これは世界に売る気満々かな。海上自衛隊が整備を進めている最上型護衛艦には、諸外国で同程度サイズの艦艇に付与されるFF フリゲートという記号に加え、機雷のマインや多機能性を意味するマルチ、パーパスから M を明記した新たな艦種記号が与えられており、2018平成30年度予算から調達が開始されたため、30FFM とも呼ばれている。もっか、身型は当初22隻の建造が計画されていたが、防衛省は12隻で終了させて新型護衛艦建造を決定した。FFM、AAW というのは、新型護衛艦の設計をもとに、三菱重工業が諸外国に提案している艦と言ってもいいでしょう。FFM、AAW は、洋上ステルス性能を追求した船体の設計や、その機能のために採用されたユニコーンと呼ばれる形状のマストも、もっか身型を踏襲していた。しかし、もが、身型の基準排水量が3900トンであるのに対して、新型護衛艦の基準排水量は4880トン前後にまで増加しており、また、全長も、
133メートルから約142メートルへと巨大化していた。ちなみに、駆逐艦を意味する DD の艦首記号を持つ汎用護衛艦、ムラサメ型の基準排水量は4550トン、高波型の基準排水量は4650トンなので、新型護衛艦は、艦首こそフリゲート FFM であるが、汎用護衛艦 DD をも上回る大型艦であることがわかる。新型護衛艦の推進方式は、最上型と同様で、低速航行時に2機のディーゼルエンジンを使用し、高速航行時にはガスタービンエンジンを使用するコダグを採用しているため、最大速度は、最上型と同じく、時速30ノット以上、約 56km 毎時になると見られている。搭載する兵装は、62口径5インチ砲と短距離艦対空ミサイルのシーラムのランチャー、17式艦対艦誘導弾の4連装発射筒2機、324mm 3連装単魚雷発射艦、垂直発射装置 MK41VLS で、この構成に関しても、最上型を踏襲している。しかし、その中でも、セルと呼ばれる、VLS に収納されたミサイルの発射筒を兼ねた保管容器の数だけが、もが、身型の16セルから32セルへとバージョンアップされていた。MK41VLS は、中射程艦対空ミサイルのスタンダードやシースパローなども発射できるが、海上自衛隊は、セル数が少量である、もが身型の VLS には、ミサイルの先端に魚雷を搭載した兵器で、通常の魚雷に比べて遠距離に位置する潜水艦を攻撃できる07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、今のところ中射程艦対空ミサイルを搭載することにはなっていない。そもそも FFM、AAW の AAW はアンチ・エアー・ウォーフェアすなわち対空戦を意味しており、FFM、AAW と新型護衛艦はVLS のセル数を増やして、中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、もっか身型と比較しても、大幅に対空戦能力を強化することができるのだ。冒頭でも述べたように、防衛省は、もっか身型の建造を12隻で終了し、新型護衛艦の建造を計画している。要するに、防衛省は、もっか身型の補填として、新型護衛艦10隻の建造を予定していたわけだが、後に12隻へと増やしている。もっか、身型は、1年度に2隻という類を見ないハイペースで建造されているが、新型護衛艦の建造ペースは、さらに早く、2024年度からの5年間で、12隻の建造計画が打ち出されており、2025年度予算の概算要求には、2隻の建造費1747億円が計上されている。2028年度には、海上自衛隊のいずれかの基地に配備される予定だ。もっか身型の生みの親である三菱重工業は、同型の建造途上の段階から、FFM もが、身型の基本設計を踏襲して、ファミリー化を図る将来型多用途フリゲート、FMF フューチャーマルチミッションフリゲート構想を発表していた。FFM、AAW の模型は、今回のインド・パシフィック、2023で初めて公開されたわけだが、そのコンセプトに関しては、2019年11月に、千葉市の幕張メッセで開催された、防衛関連総合イベント、DSEI Japan 2019において、FMF ファミリーの一つとして発表されていた。当時の三菱重工業は、FFM、AAW を構想した理由として、将来、海上自衛隊が、汎用護衛艦、DD などの後継を必要とした場合、開発期間を短縮するとともに、開発コストをも低減するためであると説明していた。その考え方の正しさは、新型護衛艦の整備計画で実証されたと言っても過言ではない。さらに、三菱重工業は、FMF ファミリーとして、FFM もが、身型の基本設計をもとに、胴体を短縮した哨戒艦型と海上保安庁専用となるかもしれない沿岸警備隊型も構想しており、DSEI Japan 2019でその模型を展示していた。防衛装備庁は2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された防衛装備展示会ベトナム国際ディフェンスエキスポ2022などでも、もっか身型、
FFM のプロモーション活動を実施するなど、輸出へ向けた動きを示している。個人的には、FFM、AAW や FFM の胴体短縮型も、有力な輸出商品になり得るポテンシャルは十分にあると考えている。現在の FFM は、三菱重工業中崎造船所と三菱重工マリタイムシステムズ多摩の本社工場で建造されているわけだが、防衛省は8月25日、来年度以降の新型 FFM 調達に関して、主契約者を三菱重工業、下請負い者をジャパンマリンユナイテッド JMU にそれぞれ正式決定したと発表した。これが本当に5年間で12隻の建造となれば、1年間に2隻を超える3隻の建造が見込まれる年が生じるため、その分、作業量や人件費ともに増加となるわけだが、その人たちのおかげで、海上防衛力の強化につながる。1月25日に発表された、新型 FFM 型にかかる企画提案契約の参加希望者募集要領によれば、2024年度と2028年度には、主契約者の三菱重工業と下請負い者の JMU によって、それぞれ1隻ずつ建造される。また、2025年度から2027年度までは、2隻を超える建造を計画した場合には、JMU に1隻を建造させることになっている。このような両者の調達計画に対して、防衛装備庁は、新型 FFM の第1番艦の建造契約の締結年度の1年目と、第1番艦の引き渡し予定年度の5年目には、それぞれ1隻の建造を実施させることが参加希望者募集要領に示されており、2年目から4年目までの間に、建造開始隻数が2隻を超える場合は、そのうちの2隻の建造を2社に実施させると記されていた。このような文書を確認したものの、各年度の具体的な建造隻数は記されておりませんと、防衛省は謎めいた回答をした。しかし、防衛装備庁は、2022年12月に策定された防衛力整備計画、2023年度から2027年度で述べられた護衛艦12隻の調達に関しては、目下、身型2隻と新型 FFM10隻のことであることをはっきりと認めている。また、防衛装備庁は、防衛力整備計画に示された護衛艦12隻のうち2隻は、2022年度予算にて、建造予定のもが身型護衛艦を指しており、残りの10隻が新型 FFM を指していると明確に回答した。このことによって、今後5年間のいずれかで、イージスシステム搭載護衛艦 DDG のマヤ型護衛艦や、工場型 DDG2 隻の建造に着手するとの見方も一部ではあったが、それが否定されたことになる。いずれにしても、海外売り込み用の新型 FFM に火がついて、日本の軍需産業が盛り上がったら、当然中国は黙っていないだろうし、そこにアメリカがどのように割り込んでくるかも気になるところだ。しかし、これらのことは、すべてインド太平洋の平和を守るために使われるものだということを、我々日本国民は理解しなければならない。